海外の反応、ドジャースのフリーマン、大谷翔平を絶賛、彼に感謝しなければならない。記者、今シーズンから上位打線に大谷が入ったけど前半戦の彼の活躍についてどう思う？フリーマン、彼についてこれ以上何が言えるのかわからないよ。彼がこの MLB に入って以来、彼がどんなに素晴らしい選手であるか僕らは全て言ってきたと思う。彼は移籍1年目で何が起こるかわからない。時には一歩下がって考えるけど大谷のような偉大な選手と同じチームであることに感謝しなければならない。インタビューの度に翔平とムーキーを比べるのも失礼だ。フレディがホームランを打ったコメントの後に翔平を褒めるよう提案するのも非常に失礼だと思う。しかし、私はフレディの紳士的な対応に感謝します。フレディはいつも紳士だ。ムーキーもそうです。大谷にとって幸運だったのは彼の新しいチームに多くの素晴らしいチームメイトと才能があったことだ。同意する。彼らはあらゆる面で一流の選手だ。翔平はその経験を糧に成長し続ける。彼はとても良い環境を手に入れたね。大谷やベッツが注目されがちだが、攻守においてチームにとても貢献しているフリーマンは素晴らしい選手です。インタビューはこれだけではないからね。長いインタビューの中の切り抜きだよ。このインタビューにはフリーマン褒めたりいろいろな質問をしてるよ。大谷のインタビューでもフリーマンやベッツについていろいろ聞かれてるし。マスコミなんてそんなものだよ。フリーマン選手は人柄もプレーも尊敬できる野球選手です。翔平選手は彼から学ぶことがたくさんありますね。フリーマンはいつもとても謙虚で本当に素晴らしいな。本当に素晴らしい選手です。アトランタで彼を見てドジャースに入団して欲しかったのを覚えています。驚異的な選手でありさらに素晴らしい人です。僕の夢が叶いました。フリーマンは最高だ。ベリーナイスコメント。